ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、42、世界を変えた男。監督はブライアン・ヘルゲランド。2013年の作品です。黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンの物語です。主演はチャドウィック・ボーズマン。ハリソン・フォードが共演しています。1947年、未だ合衆国南部を中心に有色人種との隔離政策が存在し、人種差別が横行する時代。ニグロリーグにいたロビンソンは、ドジャースのジェネラルマネージャー、ブランチ・リッキーに請われてメジャーに移籍します。そして彼を待っていたのは、グラウンドでの戦いだけではなく、相手チームはもちろん、味方や観客からの偏見や憎悪でした。それらに耐え、戦い続けた偉人、ロビンソンをボーズマンが講演しています。最後までご鑑賞いただき、ありがとうございました。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。